この方がいてくれたからこんだけ勝つんでしょとが出てきた瞬間もうはい負け、はい終わり。俺監督やったら絶対欲しいもん。はい、皆さんこんにちは、上田剛です。今日は歴代最強助っ人外国人選手ランキングをお聞きしたいと思っています。ほう、全球団でこの選手はすごいっていう選手を3人挙げていただければなと思います。いや、こいつ一番最強だなっていうのが一人いるわ。バレンティンかな。やっぱり来てから3年連続ホームラン王、もう4番としてねずっとチームを引っ張ってきたので、バレンティンがヤクルトにしてきた貢献度っていうのはすごいかなと思いますね。やっぱそのバレンティンがメンバーに入ることでものすごい厚みが増すんで、進行もありますよね。個人的に仲いいからねバレンティンって名前が入ることによって打線がすごい厚み出るし、俺とかまあバレンティンの前を打つことが多かったんだけど、やっぱりここにねホームランを打たせるために俺らは塁でなんとかピッチャーにプレッシャーをかけるとかね、山田が塁に出てバレンティンがバッターってすごい嫌だったと思うよ。相手は山田も警戒せなあかんし、バレンティンも警戒せなあかんし、大変だったと思う。2位はラミちゃん、ゲッツ、はいはい、ラミちゃん、ヤクルトもそうだし巨人もそうだし、もうラミちゃんに相当助けられてるんじゃないですか。あの勝負強さといい、ラミちゃんなんて200本打ってるからね、右バッターで。しかも内野安打ないのに200本打ってるから。特に巨人で4番打ってる時とかもやばかったね。2000本打ってるしね、外国人で唯一。ラミレスって絶対ピッチャーが投げた球が昇板するとボール変えろっていうの、心配、あもう変えろ変えろボール変えろっつって、土にボールがついたことで多少の変化があるんじゃねえか、そのの気にしないじゃんあんまり、はい、豪快さとそういう繊細さも、繊細さもあるので、めちゃくちゃ考えてる配球とか、助っ人としてはもう本当に貢献したんじゃないかなと思う。バレンティンもそうだし、いろんな外人はやっぱラミちゃんに話を聞きに行って、日本でどうやって対応したらいいのかとか、どうやったら打てんだとかっていうのを多分ラミレスに結構聞いてると思う。実際 DeNA で監督してる時もロペスとかソトとかさ、オースティンもそうだけどさ、あの3人の活躍にはすごい関わってるのかなと思う。結局実力あっても日本の野球に馴染めずにとかで終わっていく選手もいるわけじゃん。ラミレスがもたらしてる影響ってすごいなと思うよ。 DeNA の宮崎っているじゃん、ラミちゃんが監督になってから出てきてるからね。宮崎のその素質っていうのをラミちゃんが見抜いてたっていう。この方がいてくれたからこんだけ勝つんでしょと、こんだけ連覇できるんでしょと、デニス・サファテ。広島西武の時は目立ったあれはないんだけど、ソフトバンク行ってからはね半端じゃないよね。ソフトバンク行って37、41、43、54、通算防御率が 1.57 だよ。2017年の成績、66試合投げて54セーブ上げて防御率 1.09 っす。 1.09 っす、やばい、半端ねえよこれ。まあ、俺も対戦何度かしたことあるけど、とんでもないまっすぐやろ。ロケットランチャーだよねあれ、ごっつい球持ってたよ。サファテが出てきた瞬間もうはい負け、はい終わり、そういう感じだったから、俺はもう最強助っ人かな。いや、惜しくも3位内に入れなかったけど、誰かいます？モイネロでしょ俺監督やったら絶対欲しいもん。まあ僕が選ぶ最強助っ人はこの3人です。いろんな意見皆さんください。ということでこれで終了します。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。